はい、こんにちは、松岡です。今日もですね、廃盤のね、プラレールを買ってきました。今回は珍しく新幹線でございます。5両買ってきましたんで、1個ずつ、開封してみましょう。ということで、まずは こちらライト付き、東北上越新幹線でございます。まあ200系新幹線だよね。ちょっと開封してみましょう。はい、めちゃめちゃ汚れております。ですね、もう残念なことにスイッチがもう割れちゃってんだよね。ここはい、スイッチが割れております。なんで一応カチカチはできるんだけども、まあ動かないでしょ。一応電池入れておきます。はい、全然動きません。ライトもつかないんで多分ダメでしょう。ゴムも劣化しております。これはちょっときれいにして保存しておきます。はい、そしてこちら超ボロボロ、何これ、クレヨンかな。こちらはもうきれいにしていきたいと思います。わ、下もすごいクレヨンだらけだ。ただね、何が問題かっていうと、これね、なんかね、洗うとこの緑の部分が取れちゃうらしいんで、そこだけ気をつけていきたいと思います。はい、次こちらでございますね。特急光号ですね。ちょっと開封しまーす。はい、こっちはね、全然もうめちゃめちゃ綺麗だね。あ、メイドインタイランドなんで、こんな感じでございます。結構綺麗。これもね、ちなみにこの中間車2つは無編成用で使いたいと思います。で、さらに結構ね、珍しく新幹線ばっか買ってきてます。今度こちらもう金型全部一緒っていうね、すごいよね。こちらは200系新幹線、同じだね、っていうのをリニューアルした塗装バージョンですね。ちょっと開封しまーす。全然汚れ、傷とか破損は見当たりません。メイドインタイランドで、なんだろう、僕の持ってるやつってここの連結器のところにポコって、連結器じゃない、車輪のところにポコって出てるやつと出てないやつがあるんで、まあこれは出てないやつです。うん、これもね、中間車だけしか売ってなかった。はい、いや、これもね、フル編成用。これあれ、フル編成何秒だっけ、8か10だった気がするんだけど、まあいいや。じゃあこれフル編成用に使います。そして最後です、こちら。これ何、これなんだっけ。ちょっと開封してみましょう。これはですね、なんとかリニア鉄道館だっけ、リニア鉄道館会館スペシャル、スペシャルかどうかわかんないけど、そのセットの中間車でございます。他にね、 EF58 とかがあったのかな。これってさ、300系のこれ何、試験車両みたいなやつじゃなかったかな。あ、忘れちゃったわ。確かそんな感じのやつがたまたま中間車だけ売っておりました。これもメイドインタイランドということでね、こっち今回は新幹線ばっか買ってきてしまいました。これさ、むしろね、これ取り外せるんでしょ。一応、まあ、取り外せるね。これ中がネジになってるから、ここの部分だけポコって取れるっていうね、ちょっと不思議な構造した新幹線。まあ今ではそのリニア鉄道館、鉄道博物館、鉄道館のところにしか今ないんだよね。うん、面白いのは貫通ホールのところ、ちょっとずれてる、わかるかな、ちょっとね、こっち側にずれてるっていうね、面白いね、感じになっております。ということで、今回はこちらのね、新幹線をたくさん買ってきました。まあ青この新幹線のこの中間車はフル編成の時に使っていきたいと思います。ということで、今回はこれで以上でございます。